どうもよっさんです。今日はここ願いを叶える車崎神社に来てます。入ってみたいと思います。車崎神社はこの嵐電を出てすぐ正面で、出て真正面にあります。清めの社、なんですかねこれ。参拝手順が書いてます。触ると御利益が受けられません。芸能神社、これ芸能の神様がいるんですかね。もうちょっと行ってみたいと思います。弁天神社、絶世の弁天様に預かる御利益がもらえるみたいです。ここはいろいろありますね。本殿に着きました。本殿もちょっと参拝しておきたいと思います。これ行きたいと思います。じゃあこれ見てください。ほらここでいくらなんかなと思ったらクーポンも大きいみたいです。こんなとこあんねや。とりあえずじゃあ入れていきたいと思います。これかな。トムが別のね、YouTube の写真を見つけた。あ、予算ってこれ10番、10番やって。これ10番何かあったの。10番、4、5、6、7、8、9、10、これ一番上の、これとうさとにいつかつくらむひきてゆく人の力の弱き車は。どういうことなんやろ。10番、これ半吉。え、どういうこと。手押し車を行く人の力が弱いと遥か彼方にある町になかなか頼りつけない。あなたの周囲の人たちの協力あまり、え、全然良くないことしか書いてない。物事は順調に進みません。つらかも。つら、これ